撮影セットを作ってみました。派手な柄にしているのは背景のボケ方が分かりやすいようにこのようにいたしました。この手前のレンズなんですが、こちらの方にスマホを近づけていきますと、ちょっとピントが外れてきますよね。ピントが外れると背景ははっきりしてきます。で、手前のレンズにピントがきっちりと合ってくると背景が綺麗にボケてくれるんですね。わかりますでしょうか。あとですね、このレンズと背景との距離が大切なんですね。スマホで撮るときの背景とレンズの距離が近いといけません。距離が長ければ長いほど背景は綺麗にボケてくれると思いますので、よかったら試してみてください。